はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はスガッティが我が子に宛てた新シリーズ第9弾になります。まあこれまで、前回までの第8弾まではですね、主に叱り方についてお話しさせてきていただいたわけなんですが、まあ今日からは褒めることをテーマにお話ししてみたいかなと思います。そして動画の後半ではですね、マリノさんが絵を覚えた頃というか、絵が好きになった頃、それが小学1年生なんですけれども、その小学1年生の頃に書き残した、まあ、作品集をですね、皆様にお届けしてみたいと思います。それでは一旦画面を切り替えます。はい、それではですね、今日はスガッティの子育て第9弾になります。7年前、マリノさんが小学1年生の時に書いた文章ですので、松岡修造さんの褒めくりカレンダーが評判になっていますがっていうのも、もうブームもその7年前のことを言ってますからね。そろそろテーマを褒めるに進めたいと思います。ボリューム8までは叱るをテーマにお話しさせていただいてきましたが、ここからはいよいよ褒めるに話題を切り替えてまいります。育児においては叱ることも大事ですが、その何倍も何百倍も褒めることに時間をかけ、意識を向けることが重要だと思います。合言葉はパッと叱ってずっと褒めるです。目安として叱るのは1分以内。これを心がけます。ぐじぐじ長々と叱っては絶対にいけません。逆効果です。なるべく手短に叱って、そしてすぐに仲直りしましょう。大人の社会人だって、延々とね、同じこと繰り返し繰り返し、だら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 何度も言われ続けたら嫌気がさすでしょ？そうすると、もう絆、信頼関係、こういったものが気づけなくなっちゃうんですよね。それとは逆に、褒めるのは永遠に褒め続けて大丈夫です。もういつまでもずっと褒めていても決して害はないし、むしろ自信につながるエネルギー源となります。ただし、きちんとわきまえないといけないのは、褒めると言っても、ただ、おだてりゃいいってことじゃないってこと。我が子が可愛くて仕方ない気持ちはよくわかりますが、まるでペットを可愛がるかのように猫可愛がりをするのは人間の育児にはふさわしくありません。猫可愛がりのことを溺愛と言います。読んで字のごとく愛に溺れている状態、すなわち自在に泳げてないんですね。アップアップしちゃってて愛情を正しくコントロールできていない状態なんですよ、溺愛っていうのは。猫には芸もしつけられませんからね。待ても伏せも、まあ大体の猫はできません。たまにね、サーカスとか行くと芸達者な猫ちゃんもいますが、まあ普通はね、しませんよね。放任的に飼われてる猫っていうのは、好きな時出かけて、好きな時に甘えて、その結果、ものすごく甘の食に育ちます。すべての猫が習性によってそうなのか、飼い方に問題があるのかは知りませんが、その教育方法を人間に施してしまうと、人間も猫と同じように甘の食でわがままな生き物に育ちます。育てたように育つのが人間です。別に、これ猫のことをディスってるわけじゃないですからね。スガッティも、自分家の実家も、あとは、ナミコリンの実家も猫ちゃん飼ってるので、猫ちゃんは好きなんですよ。だけども、やっぱり猫って、まあいい意味でも悪い意味でも、まあ自由じゃないですか。決してね、人間の思うようにはいかないというか、はい、しつけができませんもんね。人間のお子さんを、猫ちゃんを可愛がるような可愛がり方をね、これ猫可愛がりって言うんですけど、これで育てちゃうと、やっぱりこういうね、天の弱でわがままな、生き物に育っちゃうので、やっぱり人間にはやっぱりね、しつけをしっかり厳しくしつけた上で褒めてほしいんですよね。猫可愛がり、つまり溺愛は過保護につながります。我が子に対してどう愛情表現すればいいのか、コントロールできていないまま育てているわけですから、とりあえず全面的に愛情を注いじゃえ的な、もう少ないより多い方がマシだろう的な、何のポリシーも秩序もないまま、もう藁にすがるしかないんですね。こういう育て方すると、それはね、確かに5歳とか7歳ぐらいまでは可愛い可愛いって育てられますよ。だけども、やっぱりね、自我が芽生える8歳から10歳ぐらいまでとか、あとは反抗期がね、中学生ぐらいになると起きますよね。そうすると、それまで猫ちゃんだった赤ちゃんが、虎やライオンみたいに反抗し始めるんですよ。そうすると、きちんとしつけていなかった、まあ虎やライオンは、もう、猛獣でしかないんですよね。だから、我が子がね、10歳過ぎて、まあ中学生、高校生になっても、しっかりね、素直に育つように、まあ、それは3歳までにしっかりね、厳しく育てるっていう必要性があるかと思うんですよね。それは、今までお話ししてきた話でございます。では、愛情をコントロールするっていうことは、どういうことなんでしょうか？例えばね、公園などで、転んでしまった我が子を抱き上げちゃう親御さんよく見かけますよね。まあ、パッと見で、8割以上がもうこのタイプですよね。大丈夫、痛かったね、痛いの痛いの飛んでけーとかって言って抱き上げちゃうんですよ。でも、スガッティはね、これ打ち所が悪い場合なんかは、まあ、もう転んだ瞬間見ればわかるし、まあ、子供の体重と、あとはね、体の柔らかさなら、ほとんどのケースはこれ、ほぼあんまり怪我はしないというかね、擦り傷程度で済む話なんですよ。なので、
頭から転落して首が変な角度で曲がっちゃったとか、あるいはね、骨が折れたようなケース以外は、抱き上げて助けたい気持ちっていうのをぐっとこらえて、自分の我が子の力で立たせてあげましょう。それが自立を促すことにつながるんですね。ただし、黙って見守っているのではなくて、叱咤激励してあげます。大丈夫、言いたくない、頑張れ、泣かない、そんなことで泣かない、強い、立てる、もう少し頑張れ、とかって、このように、まあね、冒頭の松岡修造さんのように叱咤激励しまくり、でも絶対に手は貸さないでほしいんです。そして見事自らね、歯を食いしばり、涙をこらえて、で自分一人で立てた瞬間に抱き上げて全力で褒めてあげるんです。よく頑張ったね、泣かないで偉いね、すごい、やっぱり強いな、たくましく育ってくれて嬉しいな、とかって、もう全力で抱き上げて褒めたたいてあげるんですね。手を貸すのではなく、できるまで応援し続けて、できた時に褒めて一緒に大喜びしてあげるんです。それが自分はやればできるっていうね、自信につながるんです。この親子の距離感、この関係性が我が子の自立を促進します。つまずいた子、大丈夫、痛かった、あ、どこが痛いの、あ、かわいそうに血が出ちゃったね、痛いの痛いの、飛んでき、あ、泣いて、かわいそうかわいそうとかって抱き上げてしまっては、せっかくの褒めるチャンスをただ無駄に甘やかしてスルーしてしまってるんですよ。その慣れの果てがモンスターペアレンツであり、いつまでも自立できずにママがいないと何もできないマザコンだったりニートだったりするわけですよね。この抱き上げてしまうっていうのもね、答えを安易に言ってしまってるのと同じで、親御さんが答えを安直にね、安易に言ってしまったり、子供が自分でできることを手出ししたり手助けしちゃうのは親切心のつもりかもしれませんが、自立にはつながりません。教えたい気持ち、手を貸したい気持ち、抱き上げたい気持ちをぐっと我慢するトレーニング、親御さんのですよ、ぐっと我慢するトレーニング、それが親としての愛情コントロールの第一歩なんです。親が愛情に溺れてちゃ子供が自立できるわけないですからね。で、我が家もスガッティの家も、まあ、中学1年生に前野さんがなって、でこの冬休みにね、何をしてるかっていうと、今更なのかもしれないですけども、我が家では前野さんにまだリンゴの皮むきさえさしてなかったんですね。それっていうのはやっぱ過保護だと思うんですよ。だからスガッティは今冬休み、毎朝前野さんにリンゴを剥かせてるんです。そして朝の朝食は前野さんが剥いてくれたリンゴを2人でいただいてます。ちょっと中学1年生になるまでリンゴすら剥けない子にね、育ててしまった自分をちょっと反省してるんですよ。でもちょうどね、今朝も前野さんがリンゴを剥いてるところ、まあママちゃんがね、目を覚まして起きてきて、で、あ、危ない危ないとかって言いながら見てるんだけど、いや、危ないったってしょうがないですよね。リンゴぐらい剥けないとさ、何も始まんないじゃないですか。料理すらできないわけでしょ。まあスガッティからもナメコさんにお願いすればよかったのかもしれないけども、せっかく夜一緒にいるんだから、この小学校の6年間で料理上手なね、ナメコさんのお料理を教わるとかなんかして、まあ自分でね、そこそこ、まあ自炊できるぐらいになってくれてるんじゃないかなってちょっと思っちゃってたんだけども、気づけばリンゴすら剥いたことがない。だからね、実は小学校6年間過ごしてきて、まあ12歳13歳にまでなって、リンゴの皮すら剥けない女の子に育っててしまった自分にですね、ちょっと反省する意味もあって、そんな意味もあってマリノさんをですね、中学から寮生活をさせたんですね。寮生活をさせた目的っていうのは、とにかく自立を促してあげたかったんです。まあ寮で生活するには、まあ洗濯とかね、まあリンゴ剥くことは多分ないと思うんです。刃物は持ち込み禁止だから。だけどまあ洗濯とか自分で早寝早起きするとかね、あとは電車に乗って、学校の最寄りの駅まで行くとかね、そういった一般人として当たり前のことを、前野さんはちょっとまあ過保護に育てられてしまったがゆえに、ちょっとね、親に頼りすぎで、何もそういったその生きていく上での一般常識みたいなのがちょっと備わってなかったもんだから、それだからまあ寮にね、入れたわけなんだけれども、まあ可愛い我が子と、まあ、離れて暮らすことに対して、もう一点も寂しさを感じたことはないかって言ったら、それは確かにね、ありますよ。もちろん前野さんのことは大好きだし、ずっと一緒にいたいし、可愛がっていたいし、それはどこの親も当たり前同じだと思うんですけれども、でその自立させる、可愛い子に旅をさせる勇気、それこそ親としての愛情であり、そして親子の信頼関係がないとできないことなんじゃないかなって思ってるんです。だから今はもう自信を持って前野さんを自立させてよかったなって言えます。で、自立といえば、このお正月にね、スガッティは箱根駅伝を見ました。で、青山学院大学がね、大会新記録を樹立して優勝したわけなんですけれども、その優勝した青山学院大学の原監督のですね、言葉、とても印象的だったのが、学生たちは自ら立つの自立、それと
自分を律する意味の自立、その2つを持っていると。自分に足りないのは何か、そういった課題とかね、目標は何かっていうのを一人一人が自分で考えて自分で実行する、そういったシステムをチーム全体で浸透してきているというお話をですね、原監督がしておりました。もう本当にね、今スガッティのこの新シリーズとタイムリーな話題だったんで、もうスガッティの胸に突き刺さりましたよね。その自立、まあ今まではスガッティはね、マリノさんをただただ自立、自分でまあ独り立ちするためのですね、まあサポートをしようと思ってやってきたわけなんですけれども、この原監督の言葉、自立、自分を律する方の自立、これからのマリノさんはもう自分で考えて、で規則をね自分で定めて、でその規律に従って自分のことは自分でやり抜くっていうね、そういったストイックさをまあ養っていく段階に来たんじゃないかなって思ってるんです。例えば明日の朝は何時に起きるとか、宿題はこのページからこのページまでをやり抜くとか、まあ、スマートフォンは1時間までにするとかね、そういったルール自分で考えて自分で守る、従う、そういうストイックさをですね徐々に養っていく、今度はそのためのねサポートをスガッティは親としてしていきたいなって思いました。ご覧いただいている皆さんもですね、もし今育児中の方いらっしゃいましたら、お子さんにはですね決して子供扱いせず、どんどん自立を促してあげてやってほしいと思います。次回は今日のお話の続きで、褒めるとおだてるの違いについてですねお話ししてみたいと思います。まあ皆さんにとってはね、褒めるとおだてるの違いなんて分かってるよ、そんなことは当たり前でしょっていう話かもしれないですけども、まあ、このシリーズはマリノさんがいつかね今度は子育てをする立場になった時のためにお手本としてほしい動画ですんで、中学生の娘に言って聞かすシリーズですんで、皆さんもね分かりきってることかもしれないですけれども、もう一度こうやって見返すことでね、改めて我が子に対する叱り方とか褒め方とか、そういった接し方をですね見直すきっかけになってくれたらいいかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。見終わりましたら必ず忘れずチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。